俺のソーセージを食えというね、まさにここ見出し取られてます。もしかしたらしてる可能性もあるし、みんながそういうことがあって今スターになっているわけではなく。ブルミダジアナソホーカソン。어제일본대표연예기획사자니즈에서자니할배가어린아이들을상대로했던가해를인정한다고드디어공식발표했습니다어제기자회견자리에서는차기자니즈의사장으로발탁된히가시야마노리유키와후지사와주리가함께했는데요새로운자니즈의사장히가시야마노리유키는기자에게이런돌발질문을받았습니다特に東山さんはですね、元ジュニアの山崎正人さんが書かれた本です。例えばパンツがないと言ったジュニアの方に、自分のパンツを脱いでですね、これを履けばどうかと言ったり、ご自身のこう陰して、俺のソーセージを食えというね、まさにここ見出し取られてます。もちろん覚えてることと覚えてないことがありまして、で本当に覚えてないことの方が多くてですね、もしかしたらしてる可能性もあるし、まあ、自分の、まあ、幼稚さであったりとか、そういうものもあったとは思うんですね。多分いろんなことやってるんだと思います。でも向こうはすごくよく覚えててくれて、ただこっちは覚えてないみたいな。그리고주리씨는눈물연기를선보이며이런말을했습니다。本当にご理解いただきたいこととしては、みんながそういうことがあって今スターになっているわけではなく、一人ずつのタレントが本当に努力して、そこだけは本当に失望していただきたくないですし、誤解もしていただきたくないですし、安心してこれからも応援してやっていただきたいと心から思います。東山のりゆきは、몇개월전에자신이진행하는공중파방송에서トラビス・ジャパンを극찬하며K-POP을까는발언도했었죠。韓国のエンターテインメントってやっぱり国が支えてやってますけど、日本でまだまだそうじゃないので、彼らの力だけでここまで勝ち上がってきましたから。이 기자회견에서는 여러 가지로 웃긴 발언들이 많았는데 정리가 되는 대로 또 알려드릴게요. 여러분의 의견도 들려주세요.